頼むデフよ、一行は間もなくタイタニアに到着と伝えてほしいデフ。密偵はお主じゃったか、ビエンフ。マギル姉さん。気がつかなんだ、わしの契約術に強制術を重ね書きしてある。さすがはお師さんじゃな。まさかお主が最初に逃げた時点からあのジジイの策だったとはのう。わしをタイタニアに捕らえたのもベルベットと出会わせる計算か。見事すぎるわ。許してほしいでふう。メルキオル様の術には逆らえなかったんでふう。別にどうでもいいわい。どうでもいいと感じるわしの心すらも。まずいところを見つかってしもうた。わしが清涼の密偵とバレたか。違うんでふ、悪いのは僕なんでふ。聞いてたわよ、全部。なんじゃつまらん。では煮るなり焼くなり好きにせい。もともと信用してもいないし、密告がなくてもいずれはこうなったわ。どうせ反省しないんだから、せめて戦力として働きなさい。ずいぶん甘く残酷なことを言うな。あんたたちに構ってる場合じゃないからよ。お望みなら全部終わった後に食らってあげるわ。のう、ベルベット、憎いとはどんな気分なんじゃ。どれほど辛い、どんなに苦しい。身を焦がすほどの憎悪は生きている意味を、実感を与えてくれるのか。タイタニアが見えた。表の港に清涼の船が来てる。裏の港につけて。答えを知りたかったら手を貸しなさい。アルトリウスを殺す瞬間に見せてあげる。ボロボロのざまでまだ吠えるか。まったくムカつくやつじゃて。あなたたち禁術を仕込まれてる。メルキオルの仕業ね。待て、狙いは私でしょ。出たな、最下の研修。またそれ、ご大層な名前ね。名付けたのは貴様が傷つけた人々だ。己が罪の重さを知るがいい。そんなもの、いや、今までの罪はその身に刻んでやる。我らが石の翼でな。カムイよ、想定のうちよ。せや、やめてください。カムイ
愚問よ、これは命の喰らい合いだ。火災流星、火災流星、サンガ邪水、火災流星、天に届け。殺さなきゃ。ベルベット、自滅したな。わしの予想通りじゃったの。星稜は全部分かってやっているのですね。グリモワール、クーマたちは？分からないわ。急に攻められて散り散りになってしまったのよ。解読はどうなった？ほとんどできたけど、肝心の最後がまだな。あんたたちはバンエルティア号へ、クーマたちは私が探す。できるかのう、カムイの集団をかいくぐって。嫌なら来なくてもいい。触らないで。一人で無理しないで、みんな一緒だし、僕がベルベットを守るから。アシ、アフィーも同じことを言ってくれたけど、そんな甘いこと言ってると死ぬわよ。いくら時間だ、現実には通じない。ラフィーもあっさり死んだ。殺された。私もあの子を守れなかった。あんなに私を思ってくれたあの子を、たった一人の弟を胸を刺されて、いなかったら、ベルベット、あんたは自分の心配だけしてればいい。これは命令よ。カノヌシを抑えてもらわなきゃならないのよ、アルトリウスを殺すために。行くわよ。敵を押し返しながらクーマたちを探す。星稜のやつら、やっと味たらしくなってきたのによ。悔しいけど、俺たちの力じゃタイマシには勝てねえ。今やるべきはこっちの港を死守することだ。ああ、やってやるぜ。副長たちの背中は俺たちが守ります。こっちは心配せず、タイマシどもを存分にぶっ飛ばしてきてください。頼むぞ、こっちは任せておけ。
こんな時ではが、皆さんにお話がありまふ。ごめんなさい、僕はメルキオル様のスパイだったんでふ。あなたが清涼に情報を流していたのですか。そうでふ、ごめんなさい。ああ、すげえとこに仕掛けたな、メルキオルは。まさかマギルーのそばにスパイなんて。いや、木を隠すには森の中、怪しい奴は怪しい奴のそばにってことか。マギルーの契約術の上から命令を強制する術をメルキオルがかけてたんだって。ちっ、やってくれたな。許してくださいデフ。お前じゃない、メルキオルだ。自分の舵を自分で取れないようにするのはアイゼンの流儀に反することだから。ビエンフーの意思じゃないってことは分かってるよ。でも僕が密告したせいで皆さんが危機に陥ったのは事実ゼフ。決死帳にだってバレてたんだぜ。お前抜きでも清涼は俺たちの動きを掴んでたさ。で、他にはどんな情報を漏らしたんだ。それはベルベットが意外といいお嫁さんになりそうなこととか、アイゼンの釣り竿へのこだわりや、マギル姉さんの寝言の内容、それにダイルの尻尾の再生スピードも。え、そこ。もういい、終わったことだ。だがけじめはつけねばならんな。けじめ。エレノア、疑ったことを謝る。すまなかった。アイゼン。そうでふよね。僕がまずしなくちゃならないのはそれでふよね。ごめんなさい、エレノア様。はい、二人の気持ち確かに受け取りました。タイマシたちは死ぬかもしれないって分かってカムイを使ってるのかな。はい、私も清涼にいたら同じようにカムイを使っていたかもしれません。自分の命を危険にさらすことで大勢の人を救えるなら、それは断りにかなっている。でもあれほど危険なものを、しかも大量に実戦投入するなんて絶対に間違っています。清涼も尻に火がついたってことだろ。だとしてもあまりにも犠牲が多すぎる。連中はそれだけクーマが大事で俺たちが邪魔だと考えてるんだろうさ。あるいは狙いが俺たちではなくカムイを使った実戦にあるとしたらどうだ。まさか実験をしているというのですか。戦いをかいくぐって折れずに残ったたちこそが名刀になる。タイマシだって似たようなもんだろ。否定できないのが悔しいです。ここを切り抜けたとしてもカムイ完成まで残された時間は多くはなさそうだな。時間がないのはカムイだけではないぞ。気づいておろうな。ベルベット、何でもいい、邪魔する奴は殺すだけよ。
怪我はないの？精霊の意志だけでなく姿まで奪いやがってヘドが出る。じゃが理にはかなっておる。精霊の力が目当てなら究極の術じゃろうて。すぐに済ませるわよ。大流線抜けない性分ですか。本気で戦いなさい。大した力だな、カムイは。命を懸けてるだけのことはある。死んでいく、みんな道具みたい。みんな先方
背中は。はい。やれやれね。すぐに済ませるわよ。話にならないわね。すぐに済ませるわよ。初級に何の問題もありませんね。無事のようね。面目ない。逃げるのが精一杯だった。もともと顔はないじゃろうが。怖かった。大丈夫。もうひどいことはさせませんよ。メディサが助けてくれたんだよ。ありがとう。子供を巻き込むのが許せなかっただけです。黒金、モアナたちを守って裏の港へ行って。
王子とグリフォンを見つけたらバンエルティア号で脱出する。承知した。六郎、これを持って行ってくれ。お前がくれたオリハルコンで撃ったセーランだ。刀にできたのか。一切の欲望を捨て無心で打ち上げた。この世にこれ以上固い太刀はないはずだ。オリハルコンのセーランか。使わせてもらうぜ黒金。ついに完成したんだね、オリハルコンのセーラン。おう、この世で一番固い最高の剣だ。素人目に見てもこの剣が発する意向は尋常ではありませんね。黒金はいい仕事しまふね。真剣ゴーランとオリハルコンのセーランの一騎打ちか。これは見ものだな。最高の結果が出るか最高の結果となるか神の溝知るといったところじゃの。神なんて関係ない。切るか切られるか決めるのはこの腕だ。捕まってなかったわね、王子。君たちこそよくアルトリウスの目をかいくぐれたね。アルトリウス様がここに。ああ、タイマシたちが話しているのを聞いた。アルトリウス。特攻には付き合わんぞ。クーマたちの保護が先だ。古文書の解読もあとちょっとでできるし。分かってるわよ。裏の港から脱出する。ついてきて。気をつけん王子殿、グリフォンに遅れたら置いていかれるぞ。わかった。覚悟はいい？ヘッドセーブ！何かの女性に効果ね！ヘッドショック！ヘッドショック！容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーザルペイン守るクートリン魔王演技だ。無理さ、はい、そこだ。クライズ不行力思想を宣言。そこだ。切り裂く不行力。ガンザンメスパイティ攻撃消えていく。そこだ。クライズライガゴーイズ。そこだ。切り裂く。ライガゴーイズ。ライガゴーイズ。気温冷却。切り裂く。攻撃。ライガゴーイズ。暗い。ライガゴーイズ。攻撃。ライガゴーイズ。ライガゴーイズ。逃げる。攻撃。ライガゴーイズ。容赦しない。消えない傷を刻んで吐けろ。リーザルペイン。リーザー。伸びろ伸びろ。強欲転職襲撃一刀送電の秘密殺戮せよ。乱魚左右白鷺覚悟はいいか。明日はいらねえ。今お前を殺すための罪の一手だ。ドラグーンハウリング。見えないとこまで飛んでいきな。おう、
俺の出番だな。京都足にならない。最高戦士ステップ、フェイヤー、大地を震え狂って風を捉えろ。フェイヤー、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 やれやれ。僕も戦うよ。
じゃあ。カムイを使うのかな。わからん。聖霊のトップが自戒する危険のある術を使うとは思えんが。自戒の原因が術式の不具合ならば同志様とて壊れるであろうが、大魔師の能力に起因するなら特等どもはカムイを使いこなしてくるやもしれんぞ。となるとアルトリウスが使うのはやっぱりカノヌシのカムイか。聖主のカムイできるものなんでしょうか。いくらあの方でも。あいつはやるわよ。じゃなきゃ何のために聖主を復活させたの。ですが相手は聖主。あいつは絶対にカノヌシを使いこなす。だからカムイなんてふざけた名前をつけた。相手が神様だろうと悪魔だろうと自分の意志を貫く。それが同志アルトリウスよ。ベルベット、神の力を手に入れようが必ず殺す。私がこの手で。やばいよ副長、敵がバンエルティア号に気づいた。敵の船が何隻かこっちに回り込んできてます。すぐに出航だ。よかったね、みんな助けられた。逃がさんぞ、最下の剣士。レウィック、私に構わずバンエルティア号を出しなさい。バカ言うな、あんたはどうするんだよ。こいつらを叩く、さもないと狙撃される。出航しろ、こっちは何とかする。了解、みんな死ぬなよ。無茶言いやる。死ぬんじゃ、殺すな。はっ、せいこう。魔王演劇を光効果的に見せつけてください。せいやせいやせいや、やれいないだ。はっ、こいつはどうだ。せいせよ、これからどうするの。表の港へ行く。聖霊の船を奪うんだな。
そこには聖霊が本陣を置いているはず。きっとアルトリウス様がいます。元々の狙いよ。でもカノヌシへの対抗策はまだ。特攻には付き合わんと言ったはずだ。付き合ってくれなんて頼んでない。私を利用してくれ王子。安心してくれ、ブリフォンは逃がしたよ。私を人質にすれば船を奪うことくらいはできるだろう。あんたには貸しがある。感謝なんてしないわよ。結構だ。この目にすがるしかなさそうじゃの。目的は表の港から脱出することだ。話にならねえな。忘れるな。了解。始祖を宣言。終わりだよね。丈夫なのかな。人質作戦がではないの。うん、それもだけどエルベット全然普通じゃないよ。もともと普通じゃないがの。マギル、わしに怒っても状況は変わらんぞ。今のあやつの殺気はまるで氷じゃ。同時に手負いの獣のように余裕をなくしておる。果たしてあんな状態で無事に脱出できるかどうか。ベルベットはずっと切り抜けてきたよ。今度だってじゃといいがの。しかしどんなものにも限界はある。絶対に折れぬ刀がないように、絶対に壊れん心もない。いざという時にどうするか今のうちに算段しておいた方がいいぞよ。いざという時。追っては振り切れたようだな。バンエルディア号なら当然さ。まさかそんな、なんてこと。船を戻して。はあ、無理に決まってるだろう。古文書が最後まで解読できたのよ。事実ならカノヌシはもう。誰もいない。しめた、このまま港へ抜けるぞ。逃げるのか。アルトリウス様だけじゃなく、しぐれ。ダメだよ。そうだ、ここは彼らと交渉して逃走を。殿下はお下がりを。その者の目的は私を殺すことなのです。その通りよ。引くぞ、これは罠だ。は
離して、なおさら助けなきゃ。そうはいかん。俺にとってもお前は切り札だ。僕は物じゃない。邪魔するならアイゼンだって倒していく。カムイじゃ私を止められないわよ。問題ない、切り札は別にある。その太刀オリハルコンか。すげえじゃねえか、初めて見た。おう、最高の太刀だ。素材はそうだな。だがよ、ガンダム、サラッシュ。やぼ言うな、今日が乗ってきたとこだ。巻き込まれればお前でもただでは済まんぞ。ベルベットの相手はカノヌシがする。久しぶりだねお姉ちゃん。ベルベットの弟、こう来たか。そう、僕はライフセット・クラウ、そして沈めの聖主カノヌシ。嘘、なんでカノヌシが。やるなら覚悟を決めろ、こいつは敵だ。分かってる、こんなの前と同じ幻覚よ。全部食らってやる。逆刻混ざれ。お姉ちゃん、そうやって今まで無理してきたんだよ。黙れ、ナミーの声で喋るな。ジュエクラッテージルクラッテ、苦しみも痛みも僕が終わらせるから。この力、本物の聖主なのか。そう、この方が沈めの聖主カノヌシ様だ。でもなぜ、力は削ったはず。クーマをさらったことか。残念だがちょいと遅かったな。カノヌシ覚醒に必要なのはクーマが食らった汚れの量じゃねえんだよ。八つの質だ。鈍乱、傲慢、愛欲、逃避、利己、執着。お前たちがクーマを引き剥がす前にすでにそのうち6つは得ていた。あとはベルベットの中にある残る2つを得ればカノヌシは完全覚醒する。死脈を通して吸い取るまでもないね。直接食べちゃおう。させるかよ。邪魔しないでよ、弱いくせに。痛い。全部幻だ。痛いよお姉ちゃん。うるさい、黙れ。お
姉ちゃんは僕を殺すの？僕はずっと苦しかったんだ。体が弱いせいで迷惑ばかりかけて、やっぱりお姉ちゃんは僕が消えた方がいいって思ってた。でもね、僕は敵討ちなんて望んでないんだ。だってそういうエゴこそが汚れを、ゴーマを生む元凶なんだから。だから僕はアーサー兄さんを手伝って沈めるんだ、この世界の痛みを。お姉ちゃんみたいな醜い汚れをね。醜い汚れ。覚醒したカノヌシは全ての業を鎮め、人を汚れを埋まる存在に変えてくれる。業を食らわれたら俺は俺じゃなくなっちまうんだが、それをやるってことだろう。精霊から意志を奪ったように。だが痛みのない穏やかな世界が訪れる。人の意志を消すことがあなたの目的だったのですか？大魔師であるお前も感情のままに我らを裏切った。こうするしかないのだ。ゴーマのいない優しい世界を作る、それが僕の夢なんだ。安心して、この傷だってすぐ治るんだ。お姉ちゃんを食べればね。これは、いかん、食われるぞ。でも私はずっとあんたのためにって、なのにこうなるって。ありがとう。だからこそちゃんと償わないとね。ずっと無意味にみんなを傷つけてきたんだから。ベルベット邪魔が入ったな。けど体には取り込んだ。追いかけるよ。ただ家庭だけじゃダメなんだよな。それじゃ弾みでポッキリ折れる。私に言っているなら試してみるか。いいえ、待ってやるよ。お前とカノヌシのカムイが完成するまでな。どうしてアルトリウス、あなたという人は。すべては計画通りです。王都へ戻りましょう。
殿下。何が起こったんでふか。死脈に食われたんじゃよ。前にも同じことがあったでふよね。前とは違う。どうやら覚醒した金主は大地を器にしておる。今や血脈はあやつの体そのもの。わしは血脈の裂け目をとっさに感じたおかげで逃げられただけじゃ。じゃあベルベットたちは。賭けはわしの勝ち。そういうことかの。その通りだ。才能だけは申し分ないのだがな。お主がおるということは、ここは重要な場所のようじゃの。どけ。血脈のほころびを閉じねばならん。リエンフ、裂け目を守れ。裏切りの剣はそれでチャラにしてやる。じゃが逃げたら100台呪うぞ。ビーン！了解でこー。どうやら賭けに勝ったようでの。閉じられては賞金が回収できんのじゃ。わしに幻覚は効かんぞ。壊れたものは壊せまい。あの時はお前の心が割れた時点で術を止めた。指定の情けでな。だが今度は容赦せん。心が砂とカスまで完全にすりつぶす。よかった。気がつきましたね。どうやら血脈に取り込まれたようです。エレノアは大丈夫？みんなは？私は。でも。殺す。殺す。何？殺したのに。あの子が、あの子のためになのに憎い。私海によくも殺さなきゃ。死ね死ね。ずっとあんななんです。起きたのね。行くわよ。ここを出て奴らを殺す。でも、カノノシはベルベットの幻覚だって言ってるでしょ。じゃなきゃ偽物、罠よ。うん、本物だったらどうだっていうの。あの子が私を裏切ったってことでしょ。そんな奴を殺せないと思うの。なぜ、どうして。私がどれだけ殺したか散々見た。あんたがごめんなさい。ベルベット！起きて、ラフィー。朝だよ。もう、ラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは、調子いいかな？カノノシ！違うようです。これは過去の幻。ほら殺せた。当たり前でしょ。慣れたものよ。さあここから出るわよ。あんたの力で。けど早く。あ
アイゼンたちを探さないと。早くって言ってるの。いい加減にしなさい。いい加減にするのはあいつらだ。だってそうでしょう。殺してやる。絶対に。落ち着いてください。落ち着いて出口を探すわ。それでいいんでしょう。出ないと。進みましょう。今は、うん。大丈夫ですか、ライフセット。うん、僕は。でもベルベットはもう限界かもしれない。無理もないけれど。ライフセット、あなたは一旦私の中に避難してください。嫌だ。ですが、いつまたさっきみたいに。うん、分かってる。でも僕が逃げ出したらベルベットはもっと傷ついちゃうと思う。だからせめてそばにいたいんだ。ずいぶん頼もしくなりましたね。違うよ。悔しいけど今の僕はベルベットのために何もできない。そんなことはありません。人は誰かがそばにいてくれるだけで救われる時があります。母を失った私もそうだった。エレノア、今はベルベットから目を離さないようにして三人で六郎たちを探しましょう。でも忘れないでくださいね。あなたのそばには私がいます。もちろんだよ。ありがとう。Thank you.